人間科学部心理学科では、人間の心について科学的な視点からアプローチし、心のメカニズムなどを探求、人々が抱える心理的問題を解決へと導く人材を育成します。4年間の学びを通して、多彩な分野の心理学の知識を充実した実験・実習環境でしっかりと身につけることができます。さらに公認心理師など資格取得に向けた大学院への進学支援も行っています。ポイント1、多彩な分野の心理学を幅広く学べます。心理学は大きく分類すると基礎領域と応用領域に二分されますが、その中で家族心理学や臨床心理学などさらに細かな種類が存在します。常盤大学では分野を限定せず、それらのさまざまな分野の心理学を幅広く学ぶことができます。身につけた知識は医療、教育、福祉、産業、司法などの分野に応用することができ、社会のさまざまな場面で活かせる力になります。ポイント2、実験・実習を通して心理学を実践的に学ぶことができます。少人数のグループ実習を通して、各専門分野の先生たちからデータの収集や分析方法などの実験手法を学ぶことができます。さらに心理学科ならではの動物実験棟など実験設備も充実しています。整った環境が実践的な学びを後押しします。ポイント3、公認心理師や臨床心理師の資格取得に向けた大学院進学へのサポートを行っています。公認心理師や臨床心理師の資格取得には大学院への進学が必要です。常盤大学では資格取得希望者の進学を徹底的にサポート、少人数制のゼミできめ細かい指導を実現しています。大学院の説明会では説明だけでなく、個別の相談会や大学院生の話を聞ける機会も設けています。人と社会の問題、心を起点に解決できるスペシャリストへ、人間科学部心理学科。